次誰かできるかな、できないだろう。全然ストレス感じなかったね。監督はクビになるんだよ、どっかでは。だから少しゆっくりして、また次のチャンスに向けて。あそこの周りの2グルーのレベル高いよね。本当は声出して応援できたら一番いいんだろうけどな。皆さんこんにちは、いい時間帯ですね。原博美です。 J リーグ TV 始まります。それではまずは週末の J リーグの試合を振り返っていきたいと思います。 J1 このような結果になりましたけど、まず、はい、仙台対福岡の試合を見ていきたいと思います。終了間際の渡選手の得点で勝利になりました。はいはい、福岡もうアディショナルタイムだったもんな。はい、クラブ史上初 J1 リーグ5連勝ですよ、福岡。すごいね、これ。すごいですね。これちょっと難しかったのはさ、はい、ヘディング、このクロスに対して、これヘディングしたのは吉野なんだよな。うんうんうん、で吉野がこのヘディングしたのが味方の、なんだ、ボギーの選手かなんかに当たってこぼれて、はい、渡りがオフサイドかどうかったって、やっぱアシスタントレフェリーはなかなか難しいよな、あの吉野がしたんだか、ね、なんだろう、福岡のあの選手がしたんだか分かんなかったよ、はい、不安魔か。でしかもこの誰に当たって跳ね返ってきたのか分かんないから、そこだけ最後見るとオフサイドポジションにいたっていうことになったんだろうけど、 VR で確認したらオフサイドじゃなかったっていうことだよな、ことですね。はい、うん、結果得点が認められたと。そうだね、これほら蹴った瞬間渡りほらこのなんだろう、吉野がしてるけど、はい、これがもしフワンマだとしてもオフサイドじゃないし、まあただこの、うん、ホギーニョのプレーがこれはまあ意図的っていうよりぶつかってこぼれちゃったけどさ、そうですね、まあ、吉野がしてるからまあ結局はオフサイドではないっていうことになるうちね。清水エスパルス対名古屋グランパス0対3で名古屋グランパスの勝利ですね。全得点にマテウス選手が絡んだ試合となりました。名古屋これで2試合ぶりの勝利。あー、やっぱりキレイだね。はい、この試合本当キレキレなんですよね。名古屋はやっぱりね、先に取ると強いよね、守備が強いから。でもここのところ割と負けるときって失点がそうですね、ついちゃってね、はい、あの川崎戦から。だからこうやって先に取るともう守りを堅いし、カウンターもいけるからっていうのなんだろうね、うん、うまいね、うまいっす。もうやっぱり逆にこの清水の方がマテウスやっぱりスピードあって怖いから、こうボールに行くっていうのが下がっちゃってるよね、これ。あ、そうですね、下がっちゃってるからやっぱり怖がらずに もうちょっとボールに行かなきゃいけないんだろうけど、行くとかわされちゃうって思いがあるから、あの一歩寄せが遅くなってんだろうな。遅くなっちゃう、だからマテウスは何でもできちゃう感じだね。そういうことですね、これで清水は8戦勝ちなしなんですね。あのね、清水この前も見に行った時もあるけど、やっぱ点がやっぱり取れないよねっていうとこだね。点が、得点がやっぱりなかなか取れないから、先に取られちゃうときついっていうのがあるかな。うん、続いて鹿島アントラーズ対横浜 F マリノス、5対3で鹿島アントラーズ。すごい、こういう試合見に行きたいね、点がいっぱい入ってね。いいですね。鹿島土井選手プロ初のハットトリック。ああ、そう、初らしいな。そうなんですよ。で、鹿島の日本人選手としては2006年の野沢拓也選手以来だそうですよ。ああ、そうか。はい、あのマリノスもほら好調 だったからね。はい、ちょっとこれはキーパーのミスっぽいところもあったのか ね。だけどこれ同意がよく、これ難しいよな、戻りながらだから、うん、こういうの決めるかどうかって、同意ってさ結構チャンスあるんだけど、このこういう難しいの決めたり簡単なのしたりってなんだよなこういうの決めるとやっぱり乗るよね。あ、なるほど。今鹿島ちょっとリスタートも強いね。あ、あの町田が入れたりとかさ。あ、そうですね、やっぱりあの横浜 F マリノスはラインが高いじゃない。高いですね。だからこの土井とかさ、荒木とか松村だっけ、はい、この辺が早いから、今の鹿島はしっかり守ってこういう攻めっていうのが徹底されてるよね。うん、まあこれで1点目取ってたのがやっぱり余裕でさ、もう今キーパーも見ちゃって、はいはい、でもどう蹴れますよみたいな余裕になってるな。そうですね。はい、3点目は PK でした。あ、PK だったな、はい。もう2点入れてるしさ、余裕だよ。余裕ですね。これはもう。
続いて柏レイソル対 FC 東京、0対 4FC 東京の勝利ですね。東京がね5連敗だったでしょ。で、はい、誰も先に点割と入れられちゃってっていうのが、うん、この試合逆だったよな。もうこのいきなりこの入れて、うん、ああこうだな、これが 11分か。 FC 東京4月7日以来の勝利ですね。え1ヶ月ぐらい2ヶ月以上勝ってないっていうね、はい、まあこのアダユートンがここぶっちぎってまあうまく折り返したよね。うん、そうですね、うまい、うん、高木がなんか今季初スタメンでしょ。ああ。多分そうだよね。やっぱ聞いてたね、この試合ね、こういうとこ来てて、でこれなんかほらもう、まあ、ベテランらしくというか味方ちょっと前に行っちゃったかと思ったけどね、はいはいはい、あのやっぱり高木やっぱりそういう味持ってるからチームが今どこを変えなきゃいけなくてどうしたらいいっていうのを体張ってやってくれたっていうところだろうな。うん、あね、2点入ったら急にリズム良くなってもんね。本当ですもん。うん、バンバンバンチームだったよね。うん、でも高木のこのスルーっぽいのがなんかこうなんかこういう味付けじゃないけどさ、はい、正直だったのがこの高木がちょっとなんかワンテンポとかアクセント加えるのがうまくいってたんだな。でも柏は今ちょっと調子落としてるよな。そうなんです、これで3連敗柏何連敗？3連敗ですだよね。ちょっとなんか、はい、乗りかけちゃあんまり乗り切れないっていう感じ、ね、そうでしたね、そうでしたね。で続いて広島対徳島、0対1で徳島の勝利で、ダニエル・ポヤトス監督体制で初勝利となりました。なんかさ、その前とで、ね、はい、あの河本コーチだっけ、はいはいはい、時に結構勝ってたのに監督来てチキ取り出してそうなんです、ね、から勝ってんだから監督もちょっとやりにくいよなと思ってですよね。まあやっと初勝利してやっとこれで普通というか、はい、あのノーマルにやれんじゃないの。うん、岸本選手のゴールでうまいねこれね、はい、やっぱりストライカーの岸本選手、ね、ああだって本当だからな、元々、はい、で去年ぐらいからこうサイドバックで、はい、ここの時のこの対応はなんだろう、これサイドバックじゃないよ、ないですねこれいや元々フォワードだもん、はい、あのウイングみたいので使われてたり、あのツーシャドウみたいので使われてたりしたのがさ、うんうん、まあ、ワントップもやってたし、だこれはうまいよ引きつけて、はいはい、ああ続きまして大分トリニータ対サガン鳥栖、1対1の引き分けとなりました。鳥栖は3位に浮上ですね。ああ鳥栖な、はい、追いつかれちゃったけど、まあ、でもやっぱり鳥栖の勢いはやっぱりあるよね、うん、これもなんだっけ、このパスからこうちょんって山下だっけね、はい、いやなんかこうよく狙ってたというの、なんか絡んでる人が多いよな。多いですね、まあ、うん、こう一瞬だけどこれくさび入れた時にほら2人ぐらい誰だろう、林だか誰だかかな、これなんかうまくこう連動してるっていうかね、うん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 、よく狙ってたけどな、うん、山下もこれ落ち着いてるよね。ですね、うん、で82分に長澤選手の得点。ああそうだ、長澤入れてな、このヘディングやっぱり持ってるね。いや本当ですよね、うまいですよねこれ、これもうほぼジャンプしてない、でもポジション取りもいいしピュンと出てきて、うまい、まあちゃんとさ鳥栖のディフェンダーも体ぶつけてんだけどその上からいっちゃってんもんね。うーん、まあやっぱりこれはこういうのは強いよな、長澤な。はい、続いてヴィッセル神戸対セレッソ大阪、1対1の引き分けとなりました。後半アディショナルタイムにフェルマーレン選手の来日初ゴールで、すごいシュートありましたけど、あったね、はい、日本で点取ってなかったんだよな、まだ。そうみたいですね。ああこれ坂本か、はい、高木選手のクロスに坂本選手、まあ、クロスも良かったけどこれ後ろからさぐわっと前入ってきたし、まあ、キーパーとディフェンダーとその間に結構怖いよね、うん、これ怖いですよね、接触が、うん、まあでもなんだろう、坂本もパスだけじゃなくてヘディングもこうやってキックだけじゃなくて点取ると、うんうんうん、もう相手はちょっと困っちゃうな、うん、でこれかこれです、もうラストプレーじゃんこれ、はい、もう最後この野郎みたいなシュート、もう何度かほら入りそうなの入んないじゃん、ね、これさ
これなんだ、ここでドーグラスかなんか入んない、うんうん、これも当たって入んない、当たる、うん、これよく戻したな、これですね、相手ました選手、これよく戻したよ、簡単に、うん、これ打ちたくなっちゃうよ、そうですね、打ちたって、だけどこれチュンって戻したの、はい、でもこのヘルマーレンのキックは本当に怒りの一発だよ、あのみんなの思い乗せてドーンっていったって感じだな、ね、これはノーチャンスですね、キーパーね。続いて横浜 FC 対湘南ベルマーレは勝つんだよな、横浜 FC な、初勝利です横浜 FC、 だから湘南も負けてなかったでしょ、渋谷勝てなかったし、はい、粘り強かったから湘南9試合ぶりの黒星ですね、うん、うん、この辺のやっぱり寄せがいいよね、あ、まあ点が入ったとこっていうのもあるんだろうけど、うんうんうん、これ誰だっけ入れたの、前島選手ですね、ああそうだ、はい、サイドバックだもんな、ああそうですね、うん、タイミングが良かったしいいとこに行ってるね、うん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 、で2点目がスタートからのゴールなんですよね、うん、あ、これファールになって、ファールでこれを早くやったんでしょ、はい、だからカメラがあんまり捉えてなくてちゃんとこんな感じでした、ダメじゃん、ちゃんと捉えてないとスローではこうやってね、あ、これな、はい、だからこれは誰だ出てったの、松浦、あれか松浦か、はい、いやでもこれの2点目大きかったよ、多分これ1点だけだったらいい、ね、うん、まあ、なかなか勝ってないからこうバタバタしちゃったりさ、なんだけど2点取ったっていうのはちょっと大きかっただろうね、うん、むしろ湘南の方があの一瞬の隙つかれちゃったっていうのはあるんだろうね、これ、あ、うん、続いて川崎フロンターレ対北海道コンサドーレ札幌、2対0で川崎勝利となりました。これで22連続無敗の J1 新記録達成ということですね。以前は大宮の21試合が大宮なんだっけ、札幌もさ去年だから札幌、あれ、そうですね、勝った時あったもんね、対勝しましたからね、あの試合、そうだ、うまく前で触ったんだな、触ったのがちょうど抜けてきたんだ、うん、分かってすらしたんかね、あ、分かんねえけど結果的にはいいとこにすらしたね。でこれが2点目なんですけども、小林優だろ、300試合を記念で飾ったっつうゴールだ、最初これオフサイドの判定だったんですね、まあオフサイドディレイで、当然ほらオフサイドディレイで今 VR あるとき流すじゃない、はい、で止めてみたらあの福森の足の方が空中だけど出てるっていうのがあったよな、だけどこれよく1対1だけどよく続けて冷静に決めたと思うけどな、うん、ここ、そうですね、ああ、こういうのがあるからオフサイドディレイっていうのはあのあるわけですね、しないと、うん、オフサイドだと普通に見たらオフサイドに見えちゃうよね、そうですね、ああ最後はガンバ大阪対浦和レッズの試合、0対3で浦和レッズの勝利となりました。宮本監督が解任されて最初の試合だよな、そうですね、このキャスパー・ユンカー選手の2ゴール、まあ点取り屋だね、やっぱりこう、うん、いや本当ですね、試合序盤から出て全部点取ってるもんな、はい、これなんかね、これも最初のこの武藤だかのクロスに競ってこぼれてるんだよな、はいはいはい、この後のやっぱりポジション取りがやっぱストライカーっぽいのもあるし、これなかなか簡単じゃないよ、これあの弱いボールだけどさ、はい、あのなんていうんだろう、相手との駆け引きで少しこう後ろに下がって、うん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 、で戻りながらだから簡単じゃないんだけど、うんうん、体強いんだろうな、強いですねこれ、うん、これなかなか難しいよ、うん、簡単に決めちゃったからね、やっぱりまあ、で今ガンバは先に取られちゃうともう得点が取れないからね、はい、あのまたこう不安感が広まっちゃうっていう感じになるよな。でこれがユンカー選手からのサイドチェンジからのゴールなんですけども、秋元の素晴らしいゴールですね、クロスからの田中達也選手のゴール、田中達也か、これでもさ、はい、逆のなんでこれ庄司か最後、うんうん、というかなんかやっぱちぐはぐなんだろうな、普段から内側に 入るのもあると思うけど、あ、遅れてるってことですか、遅れてるな、遅れてるのもあるし、でもボールはいいのはいいな、はい、秋元のボールは素晴らしいよ、クロスは速い低いのは、ほら
あ、確かに。でも北海道どこか分かんないけど、でも三浦はついてってやってるじゃん、前の選手に、はい、だからそこら辺がどっちがいいとか悪いとかじゃないんだけど、やっぱり合ってないんだよな。なるほど、なるほど。だからこれ多分長寿はちょっと遅れて取ってもらいたい気持ちはやっぱりあるんだと思うんだよ、三浦がついていかなければ。これでほら多分あそこで確認 しながらさ、はいはいはい、こうやって長寿は多分本当帰んなきゃいけない分かってるけど、多分北海道を意識したとこもあるのかなっていう気はするけどな。なるほど、なるほど。どっちが正解とかダメじゃないんだけど、そんな通ってないっていうのが今のガンバなのかもな、はい、でこれが3点目。あ、でもまあ庄司もさ、多分このスライディングで取れたと思ったんだよね。 PK にはなんないよ、ちゃんとボールに行ったんだけど、こぼれちゃうんだよな、今相手の方にガンバじゃなくて。あ、本当ですね。だからなんかそこが、うん、変わんないね。あ、まあでもユンカーはいるよ、ここにいますね。まあストライカーだ。はい、続いて J2 の試合結果見てみたいと思います。リビューのあれでしょ、あの遠藤やっと点入れて24シーズン連続ゴールなの。そうなんです。それすごいよ。すごいですよ、ね、24年やってるだけでもすごいけど24年連続ゴールって、ール、うん、次誰かできるかな。できないだろう。本当ですね、本当ですね。24年はできないと。あ、できないですね。これはできないな。すごいよ。なんか今ガンバにいたらとか思ってる人もいるかもしれないな。あ、まあそれはいろいろなタイミングもあったんだろうけど、はい、まあ怪我して戻ってきたらやっぱこうやって点入れてるっていうのは、そうですね、すげえな。うん、素直にすごいと思う。琉球勝利で2位をキープとなりました。あ、琉球ね、そうだね、うんうん、で、あれだよね、新潟負けたんだよね。新潟は負けました、町田ゼルビアに。これ町田の、あの、はい、ポケレットしかね、新しい。そうです、そうです。だから町田も首位だしね、新潟が、うん、でコケラ落としだし気持ちは入るわな。これで勝ち点33で2位の琉球と並びました。だ、次の試合大事だろうな、新潟。はい、で京都なんですよ。あ、京都も来てるでしょ。あ、え、はい、次京都だっけ。次京都なんです。あ、それは大一番だな。大一番ですよね。もう序盤戦というか、まあ、前半の大一番だな、それな。今週末23日、新潟ホームの京都との試合、これか、これは行きたい、ね、注目ですね。注目だな、それ。はい、これは注目です。もう、はい、で続いて J3 の試合というか、このようになりましたね。あ、岩手も負けたんだ。初白星、黒星じゃない？はい、岐阜に。岐阜も強いんだね。岐阜もやっぱり強いのと、はい、あと富山が首位になったか。はい、なりました。混戦だね。うん。で、YSCC 横浜と宮崎の試合で、J リーグとしては初の女性の主審が誕生しました、山下さん。まあ、誕生というか、初めて笛を吹いたんだよな、はい、J リーグの試合でな、主審な。いや、見た、うん、あのすごくいかがでした？あのね、はい、ストレスなし。もうね、やっぱり審判の レベルが高い。で、彼女はもう AFC の方ではあれなんだろう、 ACL があるじゃない、はいはい、その下にアジアなんとかリーグっていうのがあるじゃない。そのもうちょっとこう、はい、ランクが下のチームの大会、はい、ACL と同じような、はい、あれ吹いてるんだよ。でも男子の公式戦を、うん、なので実際男子をやったことはあるんだよ。あ、そうだったんですね。 FC の中で、うん、だからまあでもなんかアップの時から見てたけど、うんうん、走り方もなんかこう本当にこう綺麗だし、うん、あとこのなんだろう、全然ストレス感じなかったね、うんうん、ポジショニングもいいし、周りもよく 見えてるっていうか、こう姿勢もいいし、笛がもうなんだろう、あ、どっちどうだと思った時ピッて笛が鳴って、うん、あの判定もこみたいにはっきりしてるのが、うん、なんだろう、なんか女性とか関係なく上手だった、うん、普通に上手だった。だからもっともっと吹いてもおかしくないなっていう感じ、うんうん、力あるね。 J リーグ TV、まず一つ目、5月11日のニュースなんですけど、アンドレス・イニエスタ選手が契約を更新されました。話題になりましたね、これ。なんか会見やるっていうからさ、はい、逆にちょっとこの契約更新じゃなくて
あれって思っちゃったぐらい思いましたね、あれ最初はな、ね、はい、まあでもほっとしたっていう感じで、うん、まあ、本当に2年は見れるっていうのもあるし、まあ本人もね日本をこう本当にこう気に入ってくれてるっていうのも、うん、第二の故郷みたいな話もしてくれたからね、うん、契約期間は2023年までとなっております。もう一つのニュースがこちら、ガンバ大阪宮本監督と契約を解除。原さんもツイッターでえって驚かれてましたね。驚いたもん。驚きましたよね、このニュースは。まあ今年はチーム自体もね、あの、コロナがこう発生しちゃって試合がなかなか やれなかったりとかね、練習とかいろいろあったんだけど、うん、まだ10試合だったし、うん、ちょっと驚いたっていうのもあるけどね。ただ点がやっぱりなかなか取れないだったよね、ガンバもね、うん、あの守備は全然崩れてはないと思うんだけど、なんか点が本当に取れないなっていうのが、うん、なぜなんかわかんないけど、まあちょっと驚いたね、うん、正直、うん、当面は松波強化アカデミー部長が監督を兼務されるということですね。だから 急だったんだろうね、そういう、うん、ですよね、これを見る限り決断をしたっていうことは、はいはい、まああれだな、監督はクビになるんだよどっかでは。だから少しゆっくりしてまた次のチャンスに向けて、うん、あの休んでっていう感じかね。 J リーグ TV、こちらで毎月 J リーグ TV でテーマを提示して、そのテーマに合ったハッシュタグ J ドリがついた SNS 投稿を毎週紹介します。紹介されたら J リーグ TV ステッカーをプレゼントいたします。5月のテーマは変わらない風景ということで、今回紹介するのはこちらです。お、なんだこれ。これはうまそうだ。男前ハワイ丼というもので、あのレモンガススタジアム平塚を代表するグルメの一つなんですね。これ美味しそうだね。とにかくこれボリュームがすごいっていうことで、このビジュアル含めて、はい、SNS でも話題となったこともあるそうです。あ、そうなんだ。はい、男前ハワイ丼、平塚のあのレモンガススタジアムだよね、今年からね、はい、あそこの周りのスタグルームのレベル高いよな。高いですね。高いよな、はい、それはあの分かる俺も。高いですよね、本当あそこ高い。あそこ高いでしょ。あそことか、まあ岡山とかさ、その前山形行ったら山形もレベル高い。 あるよねそういう高いところね。まあ鹿島もそうか、はい、鹿島なんかそうですね、うん、これ何が乗っかってるんですかね。なんかいろんな揚げ物じゃないの。揚げ物とか、これ左の下のはお肉、肉だなですね、うん、ボリュームあるけど、これはもう若い人向きだねですね。あ、でもビールがうまそうな。あ、合いますね。あそこなんかビールもなんか生ビールっぽいの売ってるよね。ああ、いや、これは美味しそう。まあこれはあのこの方にとってはもういつも変わらない風景ということですよね、うん、まあそうか、はい、まあスタジアムグルメをこう堂々とこうね食べて、うん、試合本当は声出して応援できたら一番いいんだろうけどな、うんうん、まあ、でもまあ今はちょっと我慢だな、はい、J リーグ TV。 なんか週末よりビュー君と何か戯れてましたね、原さん。そうそう、だから向こうの YouTube の番組に一緒に出たんだ、うん、試合直前の、あ、急遽なんかあるんだ、やってたよなんか、うん、でその時にもうでも一つだけお願いがあるって言われて、何、え、うん、Aリーグステッカーをって言われたんだよ。え、そうなんですか。ちょうど1枚だけカバンに入ったの、昔もらったやつが。おー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 、カバンのこのなんかこうとこにいて、それで1枚しかなかったから、はい、まあ、1枚あげたんだけど、はい、ちょっとそういう人もいるみたいだから、ですね、まとめて送ってよ。あ、分かりました。今、まあ、なんだろう、そんなに皆さんにこうやるようなのは今できないけど、そういう時はいいじゃん、はい、ってあるんだよな、はい。ビビ君、ビビ君なんか前 J リーグ TV 出てくれたからすごく喜んだよ。はい、じゃあ今日は以上となります。皆さんご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、さよなら。はい、さよなら。